これから1回の裏攻撃に入ります。今度はワントの構えしていません、ね、ランナースタート三塁線エンドランですね。破りました。ファウルランナーの打球が転がっていく。安野武は三塁ベースを回ったところでストップしました。これでランナーがノーアウト三塁二塁。ここは守る国分寺高校としてはどういうふうに考えたらいいでしょうかね。やっぱり初回なんで1点取られてもいいというようなまずワンアウトを取ろうという守りですね、はい、打ち上げた打球はセンターです。やや浅い。三塁ランナーはハーフウェイです。今センター取りました。しかしまだチャンスが続いています。4番のライトの落合スクイズ一塁線うまく転がした。三塁ランナー安藤武帰った。一塁はセーフだ。そしてもう一人ランナー帰ってくる。二塁ランナーも帰ってきました。ツーランスクイズ隙をつきました。八王子高校1回の裏2点取りました。今日はスタート試合の入りがちょっとね随分ポイントになるだろうと話していました安藤監督ですが、そうですねその通りになりましたね、ランナースタートしました。右中間、ね、真ん中ライト回り込む。スタートを切っていましたから今ランナー三塁ベースを回りました。中継のボールがバックホーム高いホームインしました。一塁ランナー一気に帰ってきました。これで3対0ということになりました。センターの左どうだ追いつけるか。前に打球が落ちました。三塁ランナー帰ってきました。これで4点目。ラストバッターの縦のデッドボール。これで満塁となります。そして打者一巡ということになります八王子高校。好打者安藤武尊に流した三遊間。三塁ランナー帰る。二塁ランナーも三塁ベースを回りました。いいボールが返ってくるがタッチはできません。二人帰りました。これで6対0。4回の裏の攻撃八王子高校です。まあ何でもできるというところを見せました。セカンドの左抜けていきました。センター前スリーボール、うん、ちょっとコントロールが乱れてきましたかね、はい、変化球が抜けるようなボールが多くなってきました石、うん、これも完全に外れています。フォアボール。これでランナーが三塁一塁になります。内野はダブルプレー体制。一塁ランナーがスタートしました。サードをよく取って一塁アウトにしました。三塁ランナー帰ってきました。7点目が入ります。なんとかこのピンチを乗り切ろうという三塁側の国分寺高校。野村監督も課題ばかりだったチームが一つ一つ克服してきたという話をしていました。センターへ抜けました。二塁ランナーとセンター伊藤が後方へそらしてしまった。これで1人帰ってきました。8点目。5回の表にゲームの方は入ります。なんとか1点返したい国分寺高校野村監督。うんっと当たったかデッドボールか。先頭バッターが出ました。どうだ左中間。ちょっとこういってしました。センターがボールに追いつく。ランナーは三塁ベースを回りました。一気に山村帰ってきました。1点返した国分寺。これで8対112番控えのキャッチャーの斉藤春樹2年生が代打で起用されました。ここでまあピッチャー石うんとレフトへどうだ伸びていくぞ。あれは入ったか代打ホームラン。代打ホームラン斉藤春樹今手を叩いて1人ホームイン。なんと代打ホームラン。すごいことをやってのけました。8対3。ご覧のように一気に国分寺高校5回の表3点を返してちょっと試合の方がね少し面白くなってきたというような感じになってきました。粘ります国分寺高校です。ランナーが三塁二塁強気にキャッチャーインコースに構える斉藤春樹。センター落ちたワンバウンドヒット。三塁ランナー帰ってくる。二塁ランナー帰ってくるか。バックホーム伊藤は間に合わない。二人帰ってきましたホームイン。奥がセンターへ打ち返しました。抜けちゃう
1、2塁間抜けていきました。3塁ランナー帰ってくる、2塁ランナーも3塁ベースを回ってくる、いいボールがライトから帰ってきましたがセーフ、2点をさらに加えた八王子12対3。回は6回の裏の八王子高校の攻撃へとこれから入るところです。内野陣がそれぞれのポジション、もう1点もやれないので前進守備ということになります。あれ申告敬遠ですか。ここはしかし国分寺高校としても勝負に出ましたね。そうですね、もうこの場面で、はい、もう三塁ランナーが帰ってくるともうコールドでということになりますからね、はい、ここは音川の全力投球、あーっと抜けました、ライト前ヒット、これで1人帰りました。これで10点差がつきました。13対3というスコアで第3シードの八王子高校都立国分寺高校を破りました。